それでは不安定ゼロ点とアンダーシュートの関係について説明をしていきたいと思います。この動画の中ではマトラボシミュレーションを用います。そしてこの動画は制御の研究者向けのものとなっています。まず G という伝達関数を考えます。ここでこの G の分母多項式は bn×s の n 乗足す b の n-1×s の n-1 乗プラスという形になっており、これがイコール0となるような式において s の、根を考えてやりますと、それのことを極と言います。でこの極の符号や大きさ等によってこのシステム G の収束の速さや安定性等が決まってきます。その一方で分子多項式がこのように与えられており、この分子多項式イコールゼロの根がゼロ点と呼ばれるものになります。この動画の中ではゼロ点が不安定なケースについて考えていきたいと思います。これがゼロ点が不安定な一つの例になります。分子が s-1 となっており、これイコール0としてやると s イコール1に0点を持つということがわかります。この時これにステップ応答を、実施した場合、このようにアンダーシュートが生じてその後正の方向に行くといった、そのような、現象が生じます。これを実際にシミュレーションでちょっと見ていきましょう。今与えた伝達関数はこのようなものであり、 S イコール1に0点を持っています。これでこの図の2は横軸を0から5秒と固定したグラフで、一旦0からマイナスに行ってその後プラス方向に行って最終的に1に収束しているというのはわかるかと思います。ちなみにこちらはマトラボが時間設定をしたもので、後々見せていきたいと思います。次に不安定ゼロ点の個数と応答の関係について見ていきます。この伝達関数 G は不安定ゼロ点が3つある例です。S イコール1、S イコール2、S イコール3のそれぞれでイコール0を満たすことになります。そしてここでは不安定ゼロ点が1個のケース、2個のケース、3個のケースについてそれぞれ応答をシミュレーションをベースとして見ていきたいと思います。ここで事前知識として、ゼロ点の数が奇数個であれば初期アンダーシュートが発生するという事実が知られていますので、それも踏まえてシミュレーションをご覧ください。まずは不安定ゼロ点が1個の場合は、先ほど示した応答がそれに対応します。そして次に不安定ゼロ点が2個のケース。z イコール1と、z イコール2の2つゼロ点を持っているという、そのようなケースです。この時応答は、一旦プラス方向に触れた後でマイナス方向に触れ、またプラス方向に行って最終的に1に収束するという応答になります。これは横軸をマトラボ側で設定しているものですが、最終的に1に収束しているというのが見て取れるかと思います。続いて不安定ゼロ点が3つある場合です。不安定ゼロ点が3つある場合は、初期アンダーシュートとしてまずマイナスに触れた後でプラスに行き、またマイナスに行って1に収束していくというのがわかります。
これ具体的に最終的には1に到達しています。最後に不安定ゼロ点の1と応答について見ていきたいと思います。ここでは不安定ゼロ点の1を Z という記号を使って表しており、この Z が 0.01、1、100 の3つのケースについて見ていきたいと思います。 Z が 0.01 というのは居軸に近い、 Z が100というのは居軸から遠い位置にゼロ点が配置されています。またこの A と B はこちらの値であり、 A が小さいと収束が遅く、 A が大きいと収束が早いことを意味します。そしてシミュレーションをする前に事前知識として、アンダーシュートの下限値と制定時間ゼロ点の関係をここに示しておきます。これはサイスの論文の2019年10月に掲載されたものの中で紹介しているものです。これアンダーシュートの量を H というふうにして、原点からの距離としてやると、その下限値というのはこのような形で特徴付けられます。下界値というのはこのような形で特徴付けられます。ここで T は制定時間であり、制定時間が短いというのが収束が早いというのに相当します。で Z は0点の1であり、 Z が小さいというのが居軸に近いということを表しています。仮に Z を固定してやりますと、 T が0に近ければ近いほど分母の値は小さな値となります。ということはこの式全体としては大きな値になる、すなわち T を短く収束時間を早くしようと思うとアンダーシュートは小さくできない、かなり大きな値になってしまうということをこの事実は表しています。一方で T を固定して Z を見てみますと、 Z が0に近い、すなわち居軸に近いようなケースで、この下の項は0に近づいていきます。この E の TZ が1に近づいていきますので、下の項全体としては0に近づいていきます。そのため Z が居軸に近ければアンダーシュートが大きくなってしまうということをこの式は表しています。それではそれを踏まえましてシミュレーションを見ていきましょう。まずは Z が 1A1A0 としているこの1がそれぞれ2、3と与えているこのようなケースです。この場合は、この赤色の音をですね、ちょっと見にくいので一旦消してもう一回出します。Z が1の場合の応答はこのような形でマイナス 0.06 ぐらいまでアンダーシュートが起きて最終的に1に行くと、そういう結果になっています。それでは次に Z を居軸に近づけて 0.1 とした場合を考えます。この時 Z を居軸に近づけると、同じ極の状況で収束の雰囲気は一緒ですが、このようにアンダーシュート量がめちゃくちゃ大きくなっているのがわかるかと思います。ではその一方で Z イコール100の場合を見てみましょう。
Z イコール100の場合は、ほとんどアンダーシュートが見えない、このような応答になっています。ちょっと他の応答が邪魔なので、他の応答を消してもう一回見てみます。Z が100の場合です。このようにほとんどアンダーシュートが見えないような、こういう応答波形を得ています。このように不安定0点の位置によって、応答の難しさや制御しやすさというのが変わってくるというのが今の結果から見て取れるかと思います。次に Z を1として、もう一度応答を見てみます。この時にマイナス 0.0006 ぐらいまでいって約3秒ぐらいで静止していると、そのような音になります。その一方で次に極を変えましてマイナス30と20というふうに変えてみたいと思います。その結果がこのようになります。極を原点から遠く左にやりましたので、それぞれ応答は早いんですが、その代わりにアンダーシュート量がすごく大きくなっているというのが確認できるかと思います。このように極や安定性を示すためのこの極をいろいろ設計したとしても、このような条件を満たすように設定されるというところから、居軸に近い不安定ゼロ点が与えられたときは応答をうまく調整しにくいということと、より早い収束を考えようと思うとどうしてもアンダーシュートが大きくなってしまうという、そのことが不安定ゼロ点と応答の関係から見て取れました。以上が本動画になります。ご視聴ありがとうございました。